麺屋工藤っていうとこ、茨城県水戸市。ラーメンです。味噌ラーメン食べたくて味噌ラーメン頼みました。ここはね、いろんなラーメンありますね。町中華です。はい、餃子、相方が1個食べました。チャーハン、はい、塩ラーメン、塩ラーメン有名なんでしょ、うん、美味しくて、うん、美味しそうですね。この黄色い麺がね、好きなんですよ。なんか白いのより私黄色いのがいいんだよな。うん、黄色い麺で、細麺か中麺で、中太麺で縮れてるのが好きなんです。こうね、スープが絡んで。さあ、いただきます。あ、麺にコシがあって美味しいです。昨日は細麺でちょっとコシがなかったんでね、毎日ラーメン食べてますね。これね、醤油とラー油かけました。うん、ね、はーい。あれ掴むとちょっとプカッとするかな。いただきます。熱いです。出来たてです。うん、香ばしくて美味しいです。中もね、野菜も美味しいです。はい、もう一回。ね、じゃあチャーハンいただきますよ。悪いけど、あ、ラーメンスープのあれだ、相方のチャーハンセットのチャーハン、はい、美味しくて有名らしいです。いただきます。なんか暗いかな。あ、美味しいわ。なんかあっさりしてる。ね、あっさりしてて美味しい。でもね、ね、こってりしてんだけどあっさりしてんの、なんだろうね。こってりしてん、あ、違う、あっさりしてんだけど、しっかりしてる。あれ美味しい。中華味がちゃんとついてる。はい、味噌ラーメンのスープいただきます。あ、味噌ラーメンも結構すっきりしてんだね。コテコテ系じゃなくて、なんていうの、胃に優しそうな味噌ラーメン。もう一回。あ、なんかね、お味噌、薄くはないんだけど、なんだろう、あっさり系の味噌で食べやすいですね。で、香ばしいの、美味しいです。あー、よかったね、ここあたりでね。相方がね、検索してきたの。さあ、チャーシューいただきますね。いただきます。パサパサしてなくて臭くないし、油が乗ってて美味しいですね。店長さん料理上手だね。奥さんもね、なっちゃって、料理上手だね、なんて。美味しいです。はい、いただきます。あ、違う、特価になっちゃう。ほら、いくよ、気をつけて、気をつけて。あー、懐かしい、この曲多分引っかかるわ。はい、あら、もうこんなに食べてたの。なんて、細麺だね。塩ラーメンいただきます。なんか懐かしい感じがする、この塩ラーメン。ナルトも入ってるね、ごまも入ってて美味しいです。はいね、2人で来れば2度美味しいかな、ね、スープいただきます。スープもね、透き通ってますね。いただきます。あっさりしてんだけどこってりしてる。なんかあっさりしてんだけど薄くはない。無限です、これは。美味しいですね。はい、いただきます。